フレデリック・ショパンのマズルカ作品30は4つの作品からなるマズルカ作品集。1837年に作曲、出版されている。限定先は、ドゥ・ベルテンベルク公爵夫人。全曲とも洗練された作曲形式より自身の創作欲求を優先させたもので、マズルカはショパンの日記そのままである。第18番、破綻調。第19番、 ロタンチョウ。二部形式。時に苦弱と、あだなされる。冒頭は三連符を使った D シスエイチ、AISG フィスの主題。ロタンチョウの曲なのに盛り上がりの後は、AA、えー、タンチョウになってそのまま終始している。こうした終わりのない形式の曲は他にもあり、単なる下書き、構想ではない。第二十番、変に蝶々。上昇音階の明朗な主題。常に、 同主張をつなげることで不安定さを醸し出している。中間部は変波長長から変度短調の英端的旋律。三連符の軽やかな演出が効果的。第21番英波短調。火星が強烈に奇抜なことで知られる。助走はシスフィシスのマジャール音階そのもの。主題は低音のシスギスイーのレンダに乗ってギスギスイーディスシスディスイーの音階が。 繰り返される。晴れやかな補聴調,調の中間部に続き主題が再現される。コーラは反音階的加工の特徴的なもの。ありがとうございます。